はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらソニーから出たね、この ZV-1 っていうね、これ実は Vlog 用のカメラなんですよね。それをね、今日私がどういったスタイルで撮ってるか試してみようと思います。これね、すごいんですよ。まず何がすごいかって、このボタンですよね、この C1 ボタン。これね、なんとね、車をきれいにぼかして撮ることができる。車をぼかすんじゃなくて背景をぼかすんですよね。ほらこれワンタッチでもうね、電源が入るんですよね。で、これなぜ Vlog 用かというと、ほらこんな感じで自撮りができちゃうんですよね。これバリアングルっていうんですけど、ほらこういった感じでね、自撮りをすることができます。まあ自撮りをしやすい感じですよね。ほらほらほら、私が映ってるこの手持ちのね、ハンドルとこの ZV-1 ね、これね、実はコードでつながってないんですよね。 Bluetooth でつながってて、このムービーボタンとかね、ズームとか、これ操作できます。いや、すごい便利。ちなみにこれほらパカッとなって、こんな感じで三脚になります。ではね、この私の車を今からかっこよく撮ってみようと思います。いや、それにしてもね、今これ手持ちで撮影してるんですけど、この手ブレ補正結構良くないですか。今ゆっくりね、歩きながら撮ってる感じですね。やっぱね、この夕方にね、撮影するのが一番かっこいいんですよね。で、このソニーのね、 ZV-1 のこの Vlog カムは、センサーがね、1インチということで、スマートフォンとかね、小さいアクションカムありますよね。ああいうのに比べて大きいセンサーがついてるので、こういったボケ具合も、撮影ができるということですよね。こっからね、今ズームしてみます。今これが目いっぱいワイドですね。ではズームしてみようと思います。おー、いいね、この緩やかなこのズームの感じ。すごいなんかかっこよくズームできたんじゃないですか。今ほら引いていきますね。うわ、すごい滑らか。あ、いいねで、今これ結構風がね、吹いてるんですけど、この ZV-1 ね、上に風防がついてあるんですよね。なので音の感じも参考にしてくださいね。どう、これかっこよくね俺のフィットちゃんかっこよくね。わ、すごい明るく撮れてる。これわかります？街灯、これ街灯がチラチラホラあるぐらいなんですよ。そんなにね、街灯多い方じゃないんですけど、今これ夕方の、18時31分です。今9月の6日です。結構ね、肉眼で見たら暗いんですけど、すごい明るく映ってる。これええなこれ夜の撮影いけるぞ。で、今手元でね、レックボタンとかズームとかワイド、調整できるので、すごいいいですね。すごい利便性がいい。っていうかこれ軽い。私のフィットちゃんを360度、歩きながら撮っております。いや、すごいね。今これ本当に肉眼で見るとね、結構薄暗いんですけど、どうでしょうか。おー、かっこいいね。はい、かっこいいね。はい、かっこいいね。フィットちゃんいいよ、フィットちゃんいいよ。あ、すごいすごい。いやー、これね、自分の車を結構ね、撮りたくなりますよね。こういういいカメラ持ってると、やっぱ車がね、くっきりして浮き立ったように見えますよね。このピントの速さ見といてください。おお、すごないこれ。はい、めっちゃ速ないこれ。これ爆速。あ、すごいわこれ、すごい。いや、だいたいね、この明るい時のピントのスピードってね、結構他のカメラも速いんですけど、この今ほとんど夜に近づいて、今ね、ほとんど夜に近づいてきた感じの夕方なんですが、それでもこの速さすごないこれ。いや、今ね、普通に私感動しております。やっぱこのオートフォーカスの速さとこの明るさ、すごい。俺フィットちゃん、俺フィットちゃんみたいな感じですごい爆速。はい、ではお邪魔しますと。おい、あ、明るい。この暗いところでのピントの合い方、お
ほら、明るいところから暗いところへ。すごないこれ。だいたいね、私の経験からいくと、この暗いところでまずピントがね合わないんですよ。それがね、今これちゅうか、これ高校と輝いてるぐらい、今これほらナビの光ありますよね。この光ぐらいなんですよ今。うわすごないこれ。え、これ1インチセンサーでこんだけ明るくできるんや。あ、ていうかこれレンズがね F1.8 なんですよ。なので結構明るく撮れちゃうんですよね。っていうかここまで明るく撮れると思わんかった。今本当にね、もうこれ夜なんですよ。ほらこの橋が綺麗な。これ今ライトアップね、夜にならないとつかないんですけど、ちょっとズームアップ。夜のフィットちゃんを、これライティングをね撮りたくてね。はい、どうですか、これライトつけると今こんな感じになってます。今ライトつけてる感じこんな感じで、ほわーっと、うん、これぐらいのコントラストで夜は映ります。帰宅。お、ちょうど雨が降ってきた。はい、興味のある方はね、下の概要欄をチェックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでソニーの ZV-1 でした。じゃあね、バーイシュー。